下関市としても非常にこれまでにない大きな甚大な影響があるというふうに判断をいたしまして、下関市は北九州市での感染拡大を受け急遽対策本部会議を開きました。北九州市では感染した80代の男性が入院していた門司区の病院で医療従事者17人の感染が確認されるなど、昨日までの2日間に31人の感染が確認されています。下関市と関門海峡を挟んでの対岸の北九州市は1日に1万人近くが行き来しています。このため市は警戒を強め、ほとんどの市の施設を来月10日まで休館とすることを決めました。水族館、海峡館は昨日1ヶ月ぶりに再開したばかりでした。さらに6月21日のツールド下関などの屋外イベントを含む市主催の行事を中止にしました。これは屋外だから罹患する可能性が低いとかそういうことではなくてですね、それぐらい今重要な局面に来ているという市民へのメッセージとしても皆さんに捉えて受け止めていただきたい。また学校の再開については来週判断を示したいとしています。